おはようございます。ゴミは宝チャンネルでございます。本日はね、令和5年の4月の15日土曜日。こちらね、えー、の地域ではね、まあ、朝からね、雨がね、残咲ザ残ザかザザ降ってましてね、連日の交差でね、えー、体調崩していられる方もね、多数見受けられますね。特に呼吸器系にね、疾患を持っている方はかなり苦しいみたいです。 こちらの映像はね、えー、寝屋川市の堀溝地域にある、えー、動画からのスタートでございます。いつもご視聴いただきありがとうございます。こちらはね、裏道ということでね、あまり車が通っておりませんが、はい、こんな形でね、えー、桜の木もね、もうすっかり葉桜になっちゃいましたね、あっという間でしたね。はいえーね 季節の変わり目ということでね、お、車がすごい勢いで来ましたね。はい、ブレーキランプも点かずにね、一旦停止をね、曲がっていきました。はい、裏道だからね、誰も見てないと思ってるんでしょうかね。危ないですね。はい、いつもね、ご視聴いただきありがとうございます。ゴミは宝チャンネルでございます。いつもね、ご視聴いただきありがとうございます。 感謝でございます。数多,るあー多くあるチャンネルからね、当、えー、チャンネルにお越しいただきまして、誠に感謝しております。はい、毎日コツコツね、動画を更新しておりますんでね、よくタクシーの運転手ね、えー、片手出してね、運転してましたね。さすがプロドライバーね。もうやる気がね、満ち溢れてますね。ありがとうございます。ゴミは宝チャンネルでございます。 こちらね、寝屋川市のね、堀溝地域のね、えー、動画をね、えー、撮っておりますがね、こんなとこがあるんかなというね、感じでね、えー、路地裏田んぼとかね、あんまり人が通らないとこをね、通っての撮影となっております。はい、いつもね、ご視聴いただきありがとうございます。 ゴミは宝チャンネルです、はい、第二京阪のね、下まで、えー、来ました。こちらはね、上がね、第二京阪通ってますね。すごいですね、下っかはね、こういう、こんな感じになってますよ。雨降ってもね、濡れませんね、ここはね。はい、結構ね、ここは交通量が激しいところでございます。 はい、小、え、田、ー、ほど渡ってね、こちら側をね、進んでいきたいと思います。いつもね、ご視聴いただきありがとうございます。こちらはね、太平ポンプ場の横の道路を通過しております。はい、えー、こちら側のね、また第二京阪のね、えー、下をくぐっていきます。ここをくぐるとね、信号1粒お得になります。 交差の関係でしょうかね、えー、見通しがねかなり悪くなってますねああこのターン車もね止まってませんよねもうね自転車とかねひっきりなしに通るんでね危ないんですもう自転車はね止まりませんよね 車の方はしっっかり止まっておるので、ね、危ない、ですね。<laughs> はいいつもね、ご視聴いただきありがとうございます。ゴミは宝チャンネルでございます。こちらのね、一時停止のところね、じり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 、止まってませんよね。これをね、一時停止と言わないんですね。じりじり走行ですね。 ああ自転車の方もね相変わらず止まりませんね。ね4月の1日からねヘルメットのね着用がね努力義務になってますがねまだまだねヘルメットをかぶるどころかね交通ルールを守らない自転車がねたくさんいてますからねこちらはね歩道にね片足をね突っ込んでね止まってますね。 はい、この車もそうですねここの事業所の方なのでしょうかねちょっとぐらいなら構わないなっていう感覚で止められてるんじゃないでしょうかねいつもねご視聴いただきありがとうございますゴミは宝チャンネルです。 本日は、令和五年の四月の十五日土曜日でございます。朝からね、こちらの地域ではね、雨が降っております。今日は一日ね、降るみたいな感じでね。雨足もね、時折ね、強くなったりするんかな。とも。季節の変わり目で,ですかね。仕方がないことですね。はい、いつもご視聴いただき、ありがとうございます。ゴミは宝チャンネルです。 はい、えー、茅島の方にね、近づいてまいりまして、えー、前方にね、横断歩道がありますねここの横断歩道もね、車止まってくれません中にはね、止まってくれる車も、ね、ちょっとずつでありますが、ね、増えてきているような気がしますはいこちらですね行っちゃいましたねこの車も止まりませんはい全然ですよねタイミングが難しいですよねこのバイクも止まりませんね 子どもが走って渡りましたよね。危ないですね。あ,あ今度また選挙があるみたいですね。こちらでは寝屋川市長選挙とね、市議会の選挙ですね。また賑やかになりますよね。いつもね、ご視聴いただきありがとうございます。ゴミは宝チャンネルでございます。いつもね、ご視聴いただきありがとうございます。感謝でございます。 またね、よかったら見に来てください。ありがとうございます。感謝です。